今回、筑波大院士の解説を始めます。今回は、量子力学の問題で、二次元平面中の荷電粒子が面と垂直な一様磁場と調和振動子型のポテンシャルの両方を受けて運動する場合を考える。で、ハミルトニアンが先ほどのこのように与えられて、で、あとがまあ分子をちょっといろいろ省いて、極座標をハミルトニアン極座標で表しますと、このようになる。で、オメガ C というのは M 分の QB、サイクロトロン周波数である。2と1が、時間に依存しないシュレディンガー方程式の解について、プサイと変数分離した形を仮定する。この時、波動観察の一過性から、アルファが満たすべき条件を述べよう。で、まずは満たすべき条件っていうのが、一過性のためにエクスポネンシャル iα φ っていうのは、周期 2π の関数でなければなりませんね。なので、π イコール 2π ずらしたこの関数もこの式になると。よって、エクスポネンシャル iα φ で割るとこのような式になりまして、よって、ちょっとこっちを入れ替えるんですけど、α×2π ってのが、ここの部分ってのが 2πn にならなければなりません。n がインテジャー、整数で、よって 2π を割りますと α イコール a。すなわち、α も整数であることが必要になりますと。で、また、同型方向の波動関数 u が満たす固有値方程式を書き下せ。なので、この ψ、すみません。ψ をこれに代入というか、ハミルトニアン。ハミルトニアンをプサイに作用させますと、シュレディンガー方程式このように書けるって書いてたので、作用させるとこのような式になると思います。まあ、ざっくり言えば、R の微分については U だけがかかるので、このような式になりまして、Φ の微分についてはこのエクスポネンシャルの方がかかるので、このような式になると思います。で、微分し終わったらエクスポネンシャルはエクスポネンシャルのままなので、またプサイに直すことができますね。で、まあ、変形していくと、このような式になりまして。まあ、変形の方法は何でもいいと思うんですけど、とりあえず、U の2回微分が、の定数が1になるように、係数が1になるように、このように変形しました。はい。で、次に問2が α イコール0として、この時、規定値を得た波動関数は、正のパラメータ LB を用いて、正の係数 N を用いて、U0R がこのように書くことができる。U0R が問1値の求めた U に対する固有値方程式の解となるように LB を決定せよ。また対応する固有値 E0、さらに規格化条件を満たすように N を定めよってことでありますので、まずは α イコール0ってことから、ここの2個が消えますね。で、代入していきたいんですけど、ちょっと2回微分、1回微分がありますので、先に計算したいと思いますと。で、U0 ダッシュ、R についての微分はこのような式になりまして、すると U の2回微分は、R で微分したもの、R を微分したものと U0 を微分したものなので、このような式になると思いますと。よって U′、U′ および U がちょっと忘れてますね。U を、なので、ここもちょっと U0 忘れたな。なので、代入していきますと、U′′ を代入するとこのような式と、U′ を代入するとこのような式になりまして、R 分の1と R がキャンセルされますので、ここが合わさりますね。この部分が合わさってこのような式になると思います。そうすると係数比較で、まず R 事乗についてはこことここが等しくなりますから、このような式。次に、R 事乗がない部分についてはこことここですかね。まあ、ちょっと試しとくか。こことここが等しくなりますので、このような式が成り立ちますと。で、まずはこの式より RB ってのが、RB の4乗なので、4乗根を取るとこのような式になりますと。で、次にこっちについてはエネルギーが得られますので、エネルギーっていうのは E0 ですね。E0 っていうのがこのような式になりまして、で、LB の2乗を代入しますと、このような式になると思います。まあ、これは2分の H 和オメガなので、次元的にやってますね。はい。で、あとは N を求めていくんですけど、N っていうのは、ここで U0 事乗、R 事乗、DR ってしたんですけど、ここはちょっと注意点で、普通なんか規格化因子求めるときは、なんか ψx が、例えばなんか n のなんちゃらとかと kx とかして、で、なんか規格化マイナス無限大から ψx の2乗の dx とか求めて、これが1になるみたいなものを解いていくと思うんですけど、それが dx、dy、dz で、なんだっけ、直交座標についての積分でありまして、これを今回は極座標の形に直しているってことから、このように
DRDθ dφ とするんですけど、この時ヤコビアンがつきますね。 R 乗 sinθ なので、DR で積分するだけこの R 乗がつきますので、要はここの部分をちょっと忘れたらいけないってことですね。極座標に直してるのは R 乗が必要であると。あとはちょっと、先走って、0から無限大のこのエクスポネーシャルの、ガウス積分がこの形で与えられるっていうのは思うんですけど、で今回は、この R 字上の UR 字を、つまり R 字上の部分がありますので、この X 字上、エクスポネーシャル i マイナス αx の字上の形が欲しいと。これを求めるためには、このガウス積分のこの公式を、例えば α で微分しますと、α で微分すると、つまり α を変数と置きますと、x のマイナス x 字上が出てきますね。なので、マイナス x 字上のこっち。で、こっちについては α のマイナス2分の1乗がありますので、アルファのマイナス2分の1を微分しますと、マイナスの2分の1のアルファのマイナス2分の3乗が出てきます。よって、0から無限大の x 乗、エクスポネーショルマイナス r は x 乗 dx っていうのは、このような式となります。はい、以上を用いまして、0から無限大の u0 乗、r の乗 dr っていうのが1になります。で、u0 ってのを代入してこのようになるんですけど、そうすると r の字のエクスポネーシャルの先ほどのガウス積分の形ですね。なので α ってのを今回だったらマイナス、何円すみません。lb 字上分の2ですね。の、でありますので、これを α として先ほどの式に代入いたしますと、結局このような式になるんじゃないかと思います。ちょっともしかしたら計算ミスってるかもしれないですけど、解き方としてはこんな感じです。で、問3が問2で求めた固有値 E0 は磁場 B の関数である。この時 M を磁場依存性をアロマに含む形で求めよう。なので、E0 ってのはこの形だったと思うんですけど、ここで ωc っていうのはサイクロトロン周波数でありますので、代入しますとこのような式になります。途中でちょっとこの M 分の9、M 分の9の2乗がありますので、こっちをちょっと抜き出しました。はい。で、これを B について微分するんですけど、そうしますと、ここの微分になりますから、2分の1の、すみません、マイナスがついて、2分の1が微分されて、マイナス2分の1の、でこの2分の1が出てきて、で中身の微分なので 2B が出る。よって2をキャンセルして、結局このような式となると思います。マイナス忘れてますね。はい。4番がプサイ0。に対する R の期待値 R を求めよう。答えは N と LB を含む形で書いても良いってことなので、 R の期待値ってのは先ほど言ったように極座標の積分でありまして、で今回 ψ0 が u0 として良いので、このような式となると。やって、u0 代入してこのような式になりまして、そうすると次はこの R3 乗のエクスポネーシャルの、αR の次乗の形を求めていくんですけど、それってのが、まずは0から無限大の x のエクスポネーシャルマイナス αx 乗 dx っていうのが、積分するとこのような式になります。よってこの両辺を r で微分してやりますと、マイナスが出てきてキャンセルしますとこのような式になります。よってこの α の部分を代入すればいいので、今回 α っていうのがまた lb 次乗分の2でありますから代入する。よって計算すると4が出てきて2がキャンセルされて、 LB の4乗がこっちに来るので、このような式となると思います。今回は以上になります。